皆さんこんにちは、お疲れ様です。ケルと申します。よろしくお願いいたします。本日はドラゴンズドグマオンラインやっていこうと思います。前回からのクエストの続きですね。大陸から来た男セシリーを追い、フロッグバルト大橋へ向かうってことなんですけど、すでに目の前にあいつらがいるんですよね。じゃあやりながら行きますか。痛いなこいつ。ちょっと相方に気づかれないうちにやりたい。こいつ、一旦解放。お、危ない、食られた。よいしょ、相方なかなか気づかないもんだね。よし、遅延がつきました。気づかれないうちに。そこにいるのか。ぼちぼち気づかれるよ。来るなよ来るなよ。ダウンしてるわ。一気に行きましょう。いけるかな。よいしょ、いける。で、あと相方をやって。よかった、2体同時じゃなくて。あ、もう攻撃してたんだ。早いな、ポキオさん。反撃に出ましょう。この戦意で支援するわ。ちょっと甘かったかな。よいしょ。おお、間違えた。で、よいしょ。いや、本戦の前にちょうどいい腕ならし、肩ならしというところですかね。よいしょ。今後ろにのけぞったのにやめたんだ。こんぐらい遅いと楽。よいしょ。で、仕掛けて。行くかな？いた。お、なんか装備もらえるんだ。まあ、大したことないでしょうね。レベル47か。お、フロッグバルト大橋。強そうなのが出るんだよね、きっとね。じゃあいくよ、進行。覚えているな、セシリーよ。お前は知る前が、かつて各社仲間にイリスという女がいた。人懐っこく明るい娘だったが、心の中に闇を抱えていた。その闇を邪悪な力に利用されてな。結果、俺はイリスを殺した。心中お察しします。でも私には関係ありません。見たところお前の闇は深そうだ。わかりません。それよりもロイ軍に会わせてください。
事で何よりだ、セシリー。族長ガラタの娘、セシリーだろ。そうです、私の父はガラダ。そう、私はガラダの娘です。他には何か知りませんか？教えてください。黒騎士に追われている理由、私の内なる力と、この焼けるような使命感の正体は。悪いけど知らないんだ。私が知っているのは、君が黒騎士に追われているという事実だけ。理由は知らない。何とかして助けようと思った。でもその望みは叶わず、こうしてここに。そうですか。どうしてセシリーを助けようと思ったの？取り繕っても仕方がないから、正直に言うと、族長の娘だからさ、族長に一目を置かれたかった。なんだ、ロマンティックな話かと。見つけたぞ、女を渡せ。うわ、厄介だね。よいしょ、吹っ飛ばされた。やっぱ一撃いてー、ここまで来ると。なんだ、すげえ重いな。そしてなんでこんなに吹っ飛ばされるんだ。危ね危ね、落ちる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 、おい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 、これがあるでしょ。で、まあ復活力で、そんなに強かった。すげえ強えよ。うわ、上行きたい。なんとかいけるはずなんだが、崖にさえ落ちなければね。もう近年まれに見る強さですよね。うん、なんとか。あ、これがダウン状態なんだね。この人体力の3分の1ぐらいですげえ強くなるんですよね。いい感じです、ナイスです、ウニちゃん。いける、いけるんじゃないか。よいしょ、まだいけない。上いられると全然わかんないんだよ。きた、あ、危ない。よし、いった。
これあれなんですよね、僕一回フレンドさんのがこれを手伝いをやらせていただいたんですけど、手伝いどころか足手まといになっちゃってね、全然弱くてペチミさんで行ったんですけど、まあでもその後いろいろね、カプコンさんの方から一式装備とか強い武器とかね、あれからいろいろもらったりとかして、まあ今回はそれポキオさんもウニちゃんもそれを装備してるので、この二人はもう全然やられる心配はなかったんですけど、あと綾波さんと僕ですよね、弱い装備つけてるんで、でウニちゃんのさっきのタイミングよく凍結が入ったんで、あれがなかったら結構やばかったかもしれないですね。残り体力4分の1ぐらいですかね、3分の1ぐらいですかね、いきなりラッシュがかかれたように強くなるんですよ。なので、やる方はそこら辺注意してやった方がいいのかな。炎属性だと思うので、氷属性でウニちゃんはちょうど氷属性の武器というかね、技さっき凍結とかあったんで、それでいけたのかなって感じもしますね。はい、まあ僕見てれば分かったと思うんですけど、いつも見たら簡単に上に乗せてくんないんですよ、すぐ弾かれるんですよ。なのでここはね、ちょっとこの前後では本当に難しい一戦だったと思います。はい、では越見の間戻りますかね。いやー、もっと長引くと思ったんだけどな今回、だからあそこから動画スタートさせたんですけどね、本当偶然的に良かった。はい、報告ですね。レオさん今回手伝ってくんなかったね。ジョゼフ、事の次第をまとめると、新職魔が我がレスタニアに送り込んだのは黒騎士で、新職魔を我がレスタニアに送り込んだのは黒騎士で、目的はセシリーの居場所の特定か。なるほど、セシリーなら必ず魔物の前に立つだろうからな。黒騎士は新職魔どもを操ることはできるとなれば、オークどもとの戦争など比較にならない苦難が待ち受けているのかもしれん。いやいやいや、そうはさせるか、させてなるものか。ガンガンレベル上がってくね。さすがは私のマスター。はい、で次レスターニアの運命。お、いやー、未鑑定装具よりちょっと武器とか防具が欲しいんだけどな。受注。はい、襲撃のあったドラワン近くの廃墟界へ向かう。ドラワン、あ、ちょっと報酬なんかいただけたんでしたっけ。装備じゃなかったのかな。ちょっと一旦下へ降りて確認してみますか。ドラワン登録してたかな。まあいいか、1個でもね強い装備が入ったらすぐ装着装備しないと、やっぱり今の僕の弱さだと結構難儀しちゃうんで。あーこれか、これは別に、あ、これはレベル38いらん。まあ、そうトントン拍子には強いのもらえないよね。じゃあ、レベルも上がって HP も回復したことだし、ドラワン行こっか。飛べますか。飛べる。じゃあドラワン行きます。
はい、ドラワン近くの廃教会へ向かうってこっちかですね。え、教会の中入ってくの？ここすぐ曲がったら敵がいるはず。まあ、どうしよっか。まあ相手してあげるか。何をやってんだ君らは。芸人かっていうようなタイミングでやられたね今ね。教会の中入っ、あ、各地を巡ってたからしつこくこれがいろいろ回ってあるんですよね。またお使いクエストみたいな感じでね。おっと違うのか、あいつらを相手にするのか。いて、やられた。なんで？当たらんし、どっか行っちゃってるし。ちょこまかするな本当にこいつら。いた。本当厄介だねこいつらね。いっちゃえ。ドラワン終わったら次はどこなんですかね。あと2匹奥にいる。うわめんどくさいな、崖とか嫌いなんだよな。なんとか当たった。ダメか。ちょっと誰かお願いします、この上空の敵。もしくは反撃に出ましょう。この戦技で支援するわ。攻めに出ましょう。支援します。いないし。必ず仕留める。ちょうどよくこっち来てくれりゃいいけど来てくれないよねあの人。うわめんどくさ。いや完全に外してる。んでちょっと拾えるものがあるね。レッドセージと月光花はもういらないかな正直。ブルカラント、いっぱいあるね。レッドセージいらない。であとはザンドラ東部行ったり来たりですかね。どこの近くですか？ゾマ。あれここってあれじゃない？ゾマ、ゾマってどういうとこだっけ。でかいやついなかった、ここに一匹。なんかヤバそうな感じがする。ゾマ持ってるね。じゃあ飛びましょう。全に到着。戦闘態勢を解除。おし。あ、ここか。あ、違うわ、勘違いしてた。ここじゃ違うわ。よいしょ。ちょっと暗いね。これ無視していきましょう。あ、でもいろんな敵倒した方がいいのか、できるだけ。まあ、全然確認してないですけど、アルケミストの試練の敵いますからね。確認するのめんどくさいんで普通にそのまま倒しちゃってるけど。
もういっか。うん、わざわざ一人残らずやるほどの価値はないと思う。ここってなんかでかいのいなかったか？あのトカゲのでかいやつみたいなやつ。いないか。ちょっと無視していこう。うわ、いっぱいいた。あー、やっぱりな。間が大きい、技が多いからもうちょっとシーカーみたくサクサクっとね。こいつ大っ嫌い。あともう一体かな。あ、まだいる。とよいしょ。で、鉄拳のマーク、あ、こんなもんか。じゃあまあまだまだ楽ですね。なんか5箇所ぐらい回らされるような記憶があったんで違いましたね。では戻りますか。一旦帰還ですね。お、イベント進行。ほう。メルゴダ救援のためテオドールの元へ向かう。疲れてるかな。大丈夫かな。お、いきなり立ち上がった。ウニちゃんはだいぶ疲れてんだね。じゃあどうしようかな。もう時間が時間なのでっていう感じなんですけどね。メルゴダ行くだけ行ってもって感じかな。はい、まあ、中途半端になっちゃうんで、じゃあ今日はここまでにしたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。また見てください。バイバイ。ここでチャンネルのご紹介です。僕のチャンネルは野外での撮影や乗り物に関する動画、僕のオリジナル曲を取り扱うケルチャンネル、室内での撮影で主に多種多様の商品紹介やDIY 生活のお役立ち情報をお届けするケルケルム。2014年4月から2016年12月までのゲーム実況動画約1000本のケルケルムゲームズゼロ。2017年1月よりスタートしたケルケルムゲームズファースト。そして任天堂メインのケルケルムゲームズ EX で構成されています。これらすべてのチャンネルへのリンクは動画解説欄に記載しておりますので、ぜひチェックしてみてください。Twitter へのリンク、個人用、動画専用のもございますので、よろしくお願いします。